東北の純朴な少年がプロ野球で活躍してアメリカに渡って投げてはエース打ってはスラッガーで40の40をサヨナラ満塁ホームランで決めるっていうストーリーどうかな写真大谷さん40の40で水ぶっかけられてる女性アナもびしょ濡れ笑右手一本で騒然41号や純白ドレスマミコさんとの美通ショットベッツとのハグも翔平の肉体にプラス愛されまくりな日々を見る 編集デスクが行ったら部下からそんなの小学生だって読まないっすよ。と言われるに違いないもう大谷翔平の漫画以上は慣れっこになったつもりでいたがこれには本当に参った NHKBS で解説の岩村明則が神ですと表していたのも何ら大げさな表現ではない筆者は当日にドジャース戦直後に京セラドームへ試合観戦に行ったが嘘大谷が満塁サヨナラホームランとか信じられへん みたいな声が客席から出ていたご存知の通り大谷が MLB6 人目の40から40、40本塁打40盗塁を達成したこの記録はこれまでたった6人しか達成していない大谷は現地時間8月23日時点他の選手はシーズン最終成績